アーセナルに所属する、元ドイツ代表 MF メスト、エジルは、ヨーロッパリーグ、L に続いて、プレミリーグでもチームの登録メンバーから外れ、ことが確定したと見られている。A 氏、イブニ、グスタンダードが20日に伝えた。今シーズン、アーセナルはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1、月無料お試し実施中、今月8日に欧州サッカー、名 UEFA が L 出場各チームの登録メンバーを発表し、際にもアーセナルのメンバー25人から外れた、イタいじさらにプレミアリーグでも面から外れる可能性があると報じられてい、プレミアリーグでは非ホームグローンの線の登録が17人まで認められているが、アーセナのトップチームには19人が所属する状況。 20日の6メンバー提出期限には2人を外さなければ、らずエジルが外れることが確定したとされいる。エジルと共に登録メンバー外となるとが見込まれるのは、ギリシャ代表 DF、ソクラテス、スパパスタソプロス。ソクラティスもエジと同じくエル登録メンバーから外れていた。エジは、 今年3月に新型コロナウイルスの影響で咲くプレミアリーグが中断されて以来プレイしおらず今季はここまで不出場少なくとも1月遺跡市場が開くまでは公式戦に出場できな状況となるかもしれない週休35万ポンド約4780万という高額報酬での契約が今期末には満了ルエジル2013年に レアルマドリードから加入で以来主力として活躍してきたがアーセナでの復活への道は非常に険しくなりつつはようだ。フットボール批評がついにアーセナを大特集。日本一公派なサッカー専門誌がステのグーナーに送るバイブルの詳細は奥。ク。フットボール批評一周二十九定価本体千五百円。税書籍外。なぜ、あえて今アーセナルなのか。 あるアーセ、ル教の英国人が、今すぐにでも隣から、モウリ、にを呼んで守備を整理しろと、大真面目に、部ほど、クラブは、低迷期を迎えているにもか、わらず、である。そのヒントはそれこそ、今にしこり、されている。感染症を抑えながら、経済を回す、境は今、そんな無理難題に挑んでいる。同じく、セナル、特にアルセーヌベンゲル時代の、セナルは、一部から、 うぶすぎると揶揄され、柄、内容と結果を必要に追い求めてきた。そいった意味ではベンゲルが作り上げた、ああ、なると今の世界は大いにリンクする。ベンゲ、が落とし込んだ理想に、しどろもどろする今、アーセナルは、大げさに言えば、社会の鏡のよ、なきがしてならない。だからこそ今、皮肉でも、んでもなく、ベンゲルの亡霊に苛ままれてみる、も、悪くない。 そして、アーセナルの未来を託さ、タミケル・アルテタは、ベンゲルの亡霊より、かに、大きなアーセナル信仰に対峙しなければならない。ジョゼップ・グアルディオラの香るを受けたアーセナルに、ゆかりのある、バスク人。それこそ、世界的信仰を直視するのか、それと、無視するのか。新アーセナル様式の混合追い、詳細はこちらから、両。